アステルナーク筆の肖像画より、ミハイル・オーシポビチ・ゲルシェンゾーン、ロシアの文芸批評家、評伝作家。キシニョーフの商人の子として生まれた。キシニョーフのヘデルで学び、1887年にギムナジウムを最優秀の成績で卒業し、1889年までベルリン工科大学で歴史と哲学の講義を上校した。モスクワ大学に入学し、 歴史と言語学、特に古代ギリシア史の研究に専念した。法制史の教授、ビノグラドフは、ゲルシェンゾーンの才能を愛し大学の教授として推薦したが、彼がユダヤ人であるという理由だけで拒絶された。学者としての道を断たれ、ロシア思想などの雑誌へ、書評、評論を投稿し身を立てることになる。グラナートの百科事典のために、 中国の明朝についての記事を書いたり、ドイツの鹿ベロッホやエドアルトマイヤーの翻訳も行っている。1893年に EN オルローバが貧しい人々が自己教育するのを目的とした文庫を創設し、死のビノグラドフがその委員会のメンバーとなり、ゲルシェンゾーンに協力を求めたので、独自のテキストとペトラルカの翻訳を作成し文庫の使用に供した。オルローバとは、 中世の交友が成り立ち、その後の影響が大きかった。1904年から、首都、全市の1907年から1908年までは、市の編集長を務め、他には、と、などの雑誌に寄稿している。1909年には、セルゲー・ブルガーコフや、ニコライ・ベルジャーエフなどとともに、論文集、同票を発刊し、1905年の革命を、 指導したインテリゲンチャを批判した。しかし、1914年には他の同票派の人々と結立し、1917年のロシア革命においては、同票派の中で唯一亡命せず、全ロシア作家同盟の設立に加わり、初代同盟議長となる。1920年から1921年まで、ナルコムプロスの文学部門の事務局を務め、 1921年からは芸術科学アカデミーにも参加した。1913年のベイリス事件後にユダヤ人の世界史と心理的にはシオニズムに魅了されていたが民族国家を樹立するのは神に与えられたユダヤ民族の運命を裏切ることである。イスラエル王国はこの世のものでないからだと主張している。息子のセルゲー、ゼーは遺伝学者、微生物学者、 ウォルター・ラカー、ユダヤ人問題とシオニズムの歴史第三書簡、1994年、P571。ありがとうございます。